16日、米韓共同訓練、マックスサンダーで、韓国、広州市の基地に着陸する米軍の F-22 ステルス戦闘機、AP 米政府が、日本政府に対し、米空軍の F-22 ステルス戦闘機を30日から、米軍、嘉手納基地、沖縄県嘉手納町などに暫定配備する方針を伝えていたことが30日、分かった。日米軍事筋が明らかにした。配備期間は約1ヶ月を予定しているという。米政府は米朝首脳会談の実現に調整を進める一方、最新鋭機を配備することで北朝鮮に圧力をかける狙いがあるとみられる。嘉手納基地に暫定配備される F-22 は計14機、30日以降順次嘉手納基地に飛来するというよ。世界最強の戦闘機と言われる F-22 はこれまで訓練や移動途中の補給などで嘉手納基地にたびたび飛来している。ただ、今回のように約1ヶ月に及ぶ暫定配備は最近では記憶にない防衛省幹部という